はい、来た。はい、オッケー。じゃあ、そうしますね。パッ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 。ちっちゃいな。あ、あ、あ、これどっちだから、あ、あ、お、い、あ、あ、すごい、ひふみさん見てくれた、ありがとうございます、すげえ、やったぜ、あ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 、オッケー、じゃあいきますね、おい、さ、早く始めればいいね、もう一回、あ、しゃ何言うかも考える前に振られたからあれあ、じゃあいきますね、はい、さあ、9本も最終日うくいとなりましたけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか、吉村寮どこかの寮時間のお時間でございます、と言っておりますが、本日は、収録放送ということになっております、沖縄の人なら皆さん知ってます、9本は忙しいそしてウークイは、3日間の中でも一番大事、ほんで僕は、長男の長男なので行かないといけないところがありますのでね、すいませんね皆さん、ということで、本日は生放送ではなく、収録で放送でお送りしております。さあそんな感じなんですけれども、本日はいつものなんかおかしいねいつものこの僕の大好きなメガネのおじさんと楽しくやっていきたいと思います。はい、こんばんは、山内です、よろしくお願いします。あれですね、昼間はよりガサガサですね、だからね、酒が足りないのかな、いや、飲んでやってないからでも飲んでやれたら一番楽しいですけどね、飲んでやればいいじゃない、たまにありましたよね、うん、上から注文して、はい、ディープフォレストからね、それもめっちゃいい、めっちゃいい、うん、で、ウークイ大丈夫ですか、僕ですか、はい、僕はあんまり無縁な生活なのでさすがだな、まあ、メディアの社長ですからね、まあ、それはもう忙しいですよね、盆も正月も関係ないですよね、そうそう、自由です、ね、自由なのかそれは、うん、はいはい、そんな感じですけれども、大変なんですか、大変ですよ、準備の方が大変です、本番より、だいたいチューブだしね、はい、チューブ大きいもんね、だから前週もお話ししましたけど、このお墓掃除、僕はトータル4件、正確に言うとそのうちの一つは両隣もやったんでプラス2件、やって、うん、はい、で今また実家のちょっと庭というか外回りとかも昨日一昨日とかちょっとガサガサ草刈りしたりとかいろいろやって、はい、はい、道とかもね、家の前のね、うん、はい、そんな感じ で実家に集まるのか、そうですそうです、仏壇、長男の家で長男の仏壇がありますんで、はい、でその長男だということで、ね、そうですね、吉村亮さんは、はい、そうですそうです、なので、そうで家の中もね、うん、もうしっかり片付けないといけないので、うん、お客さん来るからっつって、はいはい、確かに、はいはい、その辺を、まあ、実家にいる母親とかが全然やらないのでやれっつってほらやるぞっつって、うん、はい、弟とかにも声かけて、はい、そんな感じでやるんですよ。だから当日は普通にもう朝から晩まで酒飲んでけばいいんですよ。あ、でもね、その親戚来るんでしょう。来ます。あ、来ますけど、でもやっぱりだいぶ減ってます。コロナもありましたし、分かる、減るよね。はい。うんうん、だからもうなんかね、変な示し合わせじゃないんですけど、うん、コロナになった時にやっぱり今年はもう行けないから。あっちもこっちも来ないでねみたいなのがあったんですよ、親戚間でね、はいはいはい、で、実際うちは、親父が一人っ子なんですよ、うん、珍しいね、はい、なので、おじいちゃんの代の兄弟たちがたくさんいて、そのそちらの息子さんとか娘さんとかがいっぱいいるわけですよ、うんうん、だからもうおじいちゃんの代はもうほぼほぼもうご高齢でも亡くなってる方の方が多いので、はいはいはい、っていう感じで、で親父は一人っ子なので実質僕のおじさんおばさんっていないんですよ、うん、父方には、うん、吉村家側には、うん、なので一回こうなんていうんですか、こう数が親戚の数がひゅって減って、また僕たちの兄弟とかからこう広がってるみたいな感じになってるので、うん、はい、コロナ明けからも今
近しい方とかも一応来てくれる方はもちろんいるんですけど、うん、やっぱ減ってますねだいぶ、うん、確かにね、うんうん、でも、うちの親は変わらずたくさんごちそうとか作っていっぱい注文して いっぱい余らせてみんな持って帰させるんですけどなんか Q1 ってそんな感じよね。そんな感じですね、うん、さあ、全然オープニングトークなのかスタートなのか全然わからないままスタートしておりますが本日もちゃんとやっていきたいと思います。はい、吉村亮どこかの亮時間。この番組はあなたのイベントを特別なものにアブソリュート、今入れる保険あります、有限会社アシスト、各社の提供とたくさんのリスナーさんに支えられて本日も FM ギノワンの28スタジオから、うん、生放送じゃなくて収録で本日はお届けいたします。はい、本日はですね収録となっておりますので収録当日今気づいてる方はツイキャス見てください。ツイキャスちょっと流れてますで、本当のオンタイムの方は電波でぜひよろしくお願いいたします、はい、電波の方は 79.7MHz です。よろしくお願いいたします。さあ本日のトークテーマいきましょう。本日のトークテーマはフリーフリーっていうかね、そうですよ、あの皆さんなんかな習慣づいてきたのかもわからないですけど、あの勝手にねあの今月の最後の週はフリーで皆さんとたくさんおしゃべりするっていう方向でやってますので、うん、本日もトークテーマなしでやっていきたいと思います。ただ生放送ではないので、うん、コメントメールが多分ものすごい寂しいことになると思いますので皆さんぜひ参加してください。よろしくお願いします。そうですね、はい、そんな感じでいきたいと思います。本日はなので、この収録放送を聞いていただいている方ぜひコメントよろしくお願いいたします。メールの方もよろしくお願いいたします。メールアドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com でお待ちしております。コメントの方はツイキャスで生配信今やっております。あ、やってません。どっちだオンタイムの方はやってません。すみません、はいはい、収録時間、今やってる気づいてる方はぜひぜひよろしくお願いいたします。さあそんな感じで本日も楽しくやっていきましょう。まずは曲からいきたいと思います。本日の曲はなんだっけ、あーごめんごめんごめん、電気グルーヴ&スチャダラパーでセイントおじさん。はい、で一回切るわけですね、うんすごいすごい、ひぐみさんコメントありがとうございます。やったぜ。これの声の音って入ってるんですか。もちろんさ。ああよかったよかったじゃあいける、うん、はい本編はい大丈夫です。じゃあいくよ、はい、さあ聴いていただいた曲は、電気グルーヴ&スチャダラパーでセイントおじさんでございました。おじさんウェンズデーですからね、いつかかけなきゃなとは思ってたんですけど、ね、9月中旬からおじさんウェンズデーがなくなるみたいですよ。本当ですか。フリムーンに女子がホワイティが、ああ戻ってくるんですか、ホワイティさん。ああ素晴らしい、やっとだよ本当にやっとだよ、もうどうかと思いますけどね。はい、あすいません、今収録なんですけれどもツイキャスをチェックしてくれてる方々がいらっしゃいますので紹介していきたいと思います。すごいね、マジでありがたい、うん、はい、ちなみに収録はですね今、本日は、放送日の前日、2023年8月29日の午後1時から行っております。さあコメント見ましょう、まずはひふみさん来てます、ありがとうございます。こんにちごっくんちょ、正解ごっくんちょありがとうございます。ひふみさんが明日休むんかいはい、すいません、ウークイですよ。ウークイって生できるみんなでもやるってすごいですよね、本当に普通に思う。でもやっぱり録音される方もいるよ、いますよね、うん、きっとね。たださコロナになってからうちもそうなんですけど、はい、なんか前はほらもう義務で必ず行くじゃないですか、はいはいはい、でもコロナになってから行かなくなって、はい、でコロナ明けてまあ別にどっちも買わない、はい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 、確かに確かに、うちも多分そんな感じで減ってるんですよ。でも中国はやっぱりでかいでしょ。僕那覇なんでもともとそこまでこうなんていうの、盛大じゃないというか。ああそうなんですか、お盆が。うん、本当に親戚3家族ぐらいで、はい、4家族かやる感じだったんですよ。だからこれでちゃんとマイクの音が聞こえるんですね。一応聞こえるけど意味ないっつって、なんで放送の途中でやり始めるのじゃあ聞いてみたいな、聞いてみたいなと思ったの変わらない
変わらんかった、はい、でも自分の声がどんな風に入ってるかも分かんねえなと思って、あ、はいはい、まあまあ、いい感じで入ってます。でも那覇とか南部はそうでもないんですか、お盆。あ、まあまあ、あまりうちはね、そこに、そんな、なんていうのかな、DNA 的になるのかもしれないけど、そんなこだわらないんですよ。だから。なんか、あの、ほら、南部ももっと通り越して、糸満とかに行ってすごいじゃないですか。すごいすごい。だから、うちも親戚に、親戚が糸満いるんですけども、うんうん、あの、4日やるんですよ、向こう。はい、普通3日じゃないですか。3日。運慶、中日、ウクイじゃないですか。うん、途中なんて呼ぶかわからないんですけど、うん、その僕たちがウークイした次の日が糸満のウークイなんですよ、いつも。なので昔はその自分たちの旧盆が終わってから翌日に家族でその親戚の家に行ってました。はい、なんかかするな、うちも糸満なんですよ。あ、そうなんですね。父方は、はい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 。ただ父方、父親がクリスチャンになったからもう、おっと、じゃあもう関係ないですね。関係ないなるほどね。で、おばも亡くなったし、うん、なんかね、もう本当関係ないっすね。なんかこっち、なんかハイバルかどっかにも4日間やるところがあるらしくて、なんかするな、確かに地域でなんかそういうのもあるみたいです、うん、はい。さあ、次の方、あ、ヤンキチさんも来てます、こんばんは。こんばんにゃ、ありがとうございます。今日はこんばんにゃんじゃなくてちゃんとこんばんは、あれなんでヤンキチさんこんばんにゃでしょ。はい、イフミさんが、そうですね、明日休むんかいですね、ダーリオ FM ギノワンよりウークイヤさ大事ですよ本当に。ただ言い方、言い方そうね、そうね、確かに変革期って書いてあるんだからさ言い方、はいはい、はい。ヤンキさん、続きまして、都内の気温36度、デージ怖いね。だってあのほら交流会に東京の人たち来て、はい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 、浅野さんとか、うん、はいはい、やっぱやばいってよ向こうの方が、うん、外出たらもうちょっと苦しいぐらいって、え、息がほら、なんか体育館とかでそんな、はい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 、あんな感じ、うわー、やだな、やばいよね、外全部がだよ。なんかほら、前もちらっと話題に出ましたけど、今沖縄の方がね、逆に避暑地って言われるぐらい、うん、全国に比べて少しだけ気温が低いみたいなところありますもんね。だからちょっと僕が期待してるのがですね、はい、沖縄に秋がちゃんと来て紅葉が咲くみたいな、紅葉が咲く、はい、何か何か変なこと言いました。大丈夫ですよ、大丈夫ですよね。あ、でも気象庁さんが、うん、真面目な話ですよ、うん、気象庁が今年の秋はないって発表しました。あ、どういうこと。あのこの、暑いのが9月いっぱいぐらいまで続く予報が今出たみたいです。え、これ東京全国的にこの猛暑が、だからもう残暑じゃなくて、普通はこの時期ぐらいから残暑って言ってほらね、もう秋に向かって、うん、なんか残った暑さって書くじゃないですか、うんうんうん、だから今年は残暑じゃなくて猛暑がまだ続くみたいです。じゃあ急に寒くなるってこと、内地は。だからそうそうそうです、 9月いっぱいぐらいまでも暑いのが続いて、この秋の期間がものすごい短くて、一気に冬に入るみたいな変な気候になるみたいです今年は、はい、沖縄来ないかね。ね、うん、あの沖縄でいうと何でしたっけ、ウリズンの季節ぐらいですもんね、うん、この涼しいというか、本当にね、11月ぐらいからのちょっとじゃない、あのいい感じの、はいはい、夜ちょっとですよ、酔っ払ってさ歩いて帰って気持ちいいなっていう。そうっすね、ね、わかります。冬は冬で普通に寒いしね。寒いそうそうなんです。沖縄に住んで 2,3 年経つとみんな寒いって言いますよね。言うよね最初だけだよね、はい、沖縄の人は20度を下回ると寒いです。寒いはい、あの体温調整ができません。できない。爬虫類だから。はい。爬虫類ちゃうわ。だ、途中で何かの話しようって思いついてたのにもう分かんなくなっちゃった。まあ、フリーはそんなもんでしょう。はい、さあ、コメントいきましょう。ナルトラさんです。お疲れ様です。明日のフリームーンは通常通り生放送なので、コメント待ってます。わら。コメントしたいんですけどね、その頃はもうぐだぐだに飲んでると思う。じゃあ、俺がやるよ。ありがとうございます。さあ、ひぐみさん、テーマ、フリー。さっきシーランドにパンと牛乳売りつけに行ったら忙しかった。盆休み暇な弟が釣り行くってよ。キイチキレイド。マジでキイチキレイドだね。売りつけに行ったらって。でもさ、確かに男は盆休みはいいね。はい、いいのかな。まあうちは忙しいですけど。そっか。あ、でもね、基本女性陣がね、
いろんな。でもこれにもさ、胃を今捉えられてるじゃないですか。はいはいはい、そうですね。ツイッターとかね。そうですね。だからさ、やっぱ釣り行ってる場合じゃないよね。手伝わんといかん。確かに。もうこれはもうどうしてもね、世の中の流れですから。はい、うち実家ちなみに、あの、問答無用に手伝わされるので、料理もやりますよ。うちの弟とかも僕も。はい。三枚肉はあんたが切らんとダメよって、うんうんうん、お母さんに叱されながら、うん、でもいいんじゃないその方が絶対に、はい、なんか おかんの言い方がおかしいんですけど、うん、あの次男がじゃがいも剥くのが一番うまいわけよあれにさせないとみたいに言うんですよ変わるかと思いながら確かにうまいんだよねうん、ウケると思って、はい、ナルトラさん来てます、休盆休みですが何もすることないのでマカビでステーキ食ってます。手伝いに来いじゃん。来い。今ね、多分今でしょ。これ Now でしょうね。うん、やべえな。最近ですね、はい、いろんな、まあツイッターにも書いたんですけど、はいはい、いろんなこう変革期で、実は、はい、うちがですね、はい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 、もろもろの激動でですね、はいはい、僕ストレス溜まってます。おっと。それを最近ナルトラに全部ぶつけて。スタッフでも何でもないかわいそうでちょっと反省しました。はい、それがいいと思います。あ、でもこの間の交流会で僕じゃないですよ、ゆかりんごさんが言ってたんですよ、はいはい、ゆかりんごさんが言ってたんですけど、うん、あの昔ゆかりんごさん主催のコンパにナルトラさんとか来た時があって、うんうんうん、それが面白かったよみたいな話をしてたんですよ、うん、なのでこの間言ってたんですけど、あのもう一回コンパ主催するから、うん、僕と山内さんは、うん、あの監査席みたいなところで見て、見てからみんなにあの注文つける役をやってっていい、ね、超おもろいって、でもいやいやそんな近くでやったらあれだからちょっと離れてモニターを置いて、うん、あの積極的じゃないやつとかを読んでやりますって言ったら、うん、ベニクジラ団やしっていう話になって、いい、ね、なるほどそういうことだったのかっつって、うん、その場でめっちゃ盛り上がったんですよ。いいね、ベニクジラ団やりたいね。ネルトンね、ネルトン、昔の、うんうんうん、昭和の方は覚えてると思いますが、あの曲も流そうぜ。その曲生かしてたじゃん。いいとも。なんかおしゃれで。はいはいはい。ね。ててそう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 。ててしょ。女の歌。わからんけど。あ、いいな。そうそう。だから、このゆかりんごさんは主催者として、あの男子女子集めてやるんで、うん、なんか男性がいないって言ってましたよ。そうそうそう。はい、今ね、男性はもういつ面で、しょっちゅう同じで、しょっちゅうになるって言ったら、でもね、多分それやったら5分に1回になるとは呼ばれます。女子はたくさんいるって言ってて、うん、はいはい、なので僕たち2人は観察席でちょっと離れたところで見てて、この積極的になれない男の子とか、うん、なんかこう言い回し下手くそな男の子をちょっと呼んで、うん、こんなじゃないっつって、こうやって入けっつって、大体さ呼ばれるのになるとだった多分、いや葉っぱかけるやつを何しに来たわやったら楽しいんじゃねって言ってました。まあ楽しそうですね、はい、すいませんね、ナルトさん、うん、さあ、コメントタミーさん来てます。はい、さーい、かっこ中の日。あ、そっか、今日中の日か。そうですそうです、うん、もうみなさんお休みなのかな、お仕事なのかな。ナルトさんはね、休盆休みって言ってますけど、うん、タミーさんもアゲナのユニオンにいるんですかね。ヤンキさん、沖縄は涼しいからあちこちでひしょひしょ噂話ね。ああ、うまいね。うまい。なるほど。うまいうまい。これでも、あ、そっか、でも聞いてる人にも伝わるかもね、今のダジャレ。ああ、ね、そう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 、素晴らしい素晴らしい。たまにこのダジャレをよく送ってくれるじゃないですか。はいはいはい。でも聞いてる人には伝わらないのもやっぱいっぱいあって。ああ、そっかそっか。字面で見たら面白いけど、そう音声だけで聞くと、え、今のどういうことみたいな。はいはいはい。なるほど、ありますねありますね。これは素晴らしい。はい、ひふみさん、毎年運慶の朝まで釣りさいっぱいってよ。マジ？一応運慶の朝までなんです。ちゃんとそこはわきまえてるんですね。ああ、運慶の朝で。あ、運慶か。あ、ウークイじゃないのか。は？もう始まってるでも。あ、どういうこと、ウークイの朝って思ったけど違うのか。お盆休みって普通はどれぐらいあるんですかね。3日間じゃないのか、ウークイか。でも普通にお盆休み3日あるって超優良企業だと思いますよ。普通ないよね。ないっすか。だからウークイかでしょ。そう、1日だけ有給取ったりとか。でもさ、今日の朝さ、はい、めっちゃ交通量少なかったよ。
ほう、昨日も休みに入ってるんですかね。そうそうそう、あ、昨日でも俺朝早いか分からんけど、はいはいはい、今日普通にラッシュ時でもスイスイ来れましたから、はい、え、そうなんだ。今時はさ、やっぱ休みが多いかもしれんよ。おお、でも暑いしね、うん、効率的でもないよね、きっとね。そうそうそう、なるほどな。なんか昔から思うんですけど、うん、あのウークイの日の休みよりも翌日休み欲しいですよね、うん、あこれでもよく言うよね。本当そうよね。だって飲むもんね、夜まで。ただそのちょっとさ、きつい親戚の集まりであったらはい、はい、明日休みだから帰ろうね、あ、仕事だから帰ろうねが通じなくなるじゃないですか。それは別に嘘も方便じゃないですけど、それはそれでほら嫌じゃないですか。だってあれですよ、あの僕の友達はあのコロナの時にほら、うん、なんていうんです、なんだっけ、どう忘れした、テレビ電話みたいなやつなんです、ズームで会議とかもちろんするけど、うん、ズーム飲みが一時期ちょいちょい流行ったんですよ、はい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 、そしたらまあ離れててもやれるじゃないですか、うんうん、でもズーム飲みの欠点は、うん、帰れないんですよ、お家だから。あ、確かにね。終われないんですよ、終わるタイミングを見逃すんですよ、うんうん、でお酒もずっとあるし、うん、家とかでやるから、うん、終われないんですよ。なので僕たちの中で流行ったのはズームでやってて明らかに家なのに、うん、大工来たから終わろうねっていう。あ、いいね。結局それってね、もう眠いから俺も寝ようと一緒だからね。そう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 、いいと思う。そう、でもうちなんちのね、よき悪きところでね、そういうの言わない、言いにくい感じがあって言わないんですよ、あんまり。なので、あ、大工来たからもう終わろうねと、またまたまたねっつってピッて消す。そんなことやってました、うん、はい、沖縄大好きさん来てます。こんにちこんばんは。こんにちこんばんは。ありがとうございます。タミーさん、ユニオンは夕方行くよって。本当に行くんあ、でもユニオンさんすごかったっすよ、昨日とか一昨日とか、その人、はい、お盆前、お盆当日、まあそうだろうね、人もこの売り物も全然ほら普段と違って、お盆用のやつがもうものすごい並んでて、外まで並んでて、うん、すごかったっすよ。放送では一昨日なんですけど、あの昨日、運慶の日は運慶重視って言うじゃないですか、はい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 、なのでお惣菜コーナーを拡充して半分ぐらい全部重視でした。いいな、でっかいの、でっかい重視でした、はい、僕も買いました。うちのお母さんが、うん、親が買ってこいって、いや、あの今日運慶重視、今日重視でしょって言ったら、うん、はなんでって言うから、は、運慶重視作ってないのって言ったら、え、重視って運慶の日だったっけみたいなこと言うから、ってなって、珍しいね。じゃあ普通にやってるんですよ、三枚肉炊いたり、うん、なんか中身の毎年やってるんでしょとかやってるのに、なんかはだったっけみたいな、っつって、もうあの買いましたよ、日本で食べるのいっぱいあるのに買いました、重視食べたいなっつって、はい、うちのうちなんでね、そこは、はいはい、食べたくなるよね、はい、沖縄大好きさん、僕ですか、仕事サボってお休みです、昨日沖縄に帰ってきました。あ、沖縄大好きさんどこ行ってたの。だからね、そこそこそこ詳しくどういうこと。どういうこと。昨日ってほら、はい、今収録で昨日なのか。はいはいはい、いや、そういうことでしょう、きっと。これをちゃんと当日に合わせてコメントしてたらすごいっすよね。まあでもほら6に合わせてちゃんとやってる人もいるからさ。そうですね、すごいよね、はい、すごい、タミーさん、建築屋はウークイかウークイの翌日が休み多いよ。へえ、素晴らしい。建築屋のウークイの日の午後ぐらいから翌日の午前ぐらいまで休み欲しいですね。あ、まあ、確かに。最近はね、本当に3日間増えてると思うな俺は。どうすか、うん、あ、でも今日道すいでだってそうそう言ってましたもんね、うんうんうん、みんなお家でごちそう作ってるのかな。そうだね、作るかな。うちの家も姉ちゃんいるんですけど、うん、姉ちゃんは今日休み取って、はい、あの家で料理してます。みんな偉いね。当日はいない。仕事ハウスじゃあ参加しない。あの多分遅く戻ってきてからみたいな感じですね。さあ、ヤンキチさん、ジューシーはチンヌクジューシー、チンヌクジューシーって何でしたっけ、中身が違うんですよね、何でしたっけ、あ、なんだっけ、
ヤンキーさんごめんなさい、あの説明お願いします。チンヌクジューシーってあるよね、全然名前は分かるんだけど、あれなんだっけ、何が違うんだっけ。僕はフーチバーが好きです。あ、フーチバーいいね。フーチバージューシーが好きです。あ、沖縄大好きさん来ました、先週の土日に兄様に参加しまして、お、東京と埼玉にいました。昨日の月曜日の夕方に帰ってきました。もうすごい。アニサマって何ね？アニメ？サマーソニック？アニメ？はい。あ、じゃあ多分幕張メッセとかでやるでっかい、あのコスプレイヤーがいっぱい集まる。ライブではないと。ライブも多い。フェス的な。ではないですね。ではね。はいはいはい。いいね。すごい。本当に大好きね。だからさ、僕一人旅、あ、まあ、吉村さんも。はい。俺吉村さんのこといつもりょーちんって言ってたよね。はい、なんで急に吉村さんって言われたんだろうってびっくりしたんですよ、ね、なんかお金とかの契約させられるのかなと確かにりょーちんも一人旅できないじゃないですか。できないです。一人で飯も食えないような写真棒を、はい、死にますわかる。でも俺も一人旅はもう絶対行きたくない派なんですよ。はいはいはい、はい、つまんないじゃん。つまんないと思うの、僕も。それがさ、この兄様とかに参加するとかってすごくない？俺なんかからしたら。すごい。一人で行くんだよ。あんま一人っては書いてないけど、はい、まあ一人だろうと、うん。一人で行ってさ、あんなとこに参加してさ。ね、まあ向こうではね、現地では、うん、現地の知り合いとか友達がいるんでしょうけどね。いるかな。でも一人で行くってね。すごいよね。この間、ツネピーさんも、なんかライブ、そうそうそう、ライブアンギャしてなんかね、うん、向こうの本土の方に。一人で行ってたじゃないですか。だから一人の寂しさよりも楽しさが勝つってことでしょうね。そうでしょうね。だから俺それすごいなと思った。うーん、何もできない俺は。あ、沖縄大好きさん来ました。僕が思ってたやつじゃなかった。ライブだったみたいです。あ、そうなの。アニメロサマーライブ、アニソンライブ、弟と埼玉スーパーアリーナに行きました。3日間のうち僕たちは2日目から参加しましたが、ポケモンの松本梨香さんとかも来てて、シークレットゲストに TM ネットワークも来てました。すげー。TM ネットワークって小室さん来たのかな。え、そっか、そっか、これレボリューションじゃない、まあ、レボリューションと、レボリューションと思った一瞬。そっか、ネットワークだから。やば、3人来たのかな。あ、小室さん来てたって。お、すごすご。あ、山ちゃん来ました。こんにちは、ありがとうございます。あ、でも弟と行ったんだったらいいね。僕一人では行けない。すげえな。でもすごい、ライブだったんだ、アニソンライブ。すげえ。熱海さんが先ほどの話ですね、あのウークイカ翌日がお休み、現場も二日酔いしてるの分かってるからね、笑って確かに。沖縄大好きさん、県外には親戚もいるので一緒にご飯食べてホテルに戻って過ごしたりしてました。あ、いいね。あ、じゃあ一人旅ではなかったってことですね、うん、弟さんもいてね、親戚もいて、楽しい楽しいやつです。改めましてエマさんこんにちは。ありがとうございます。収録放送なのにマジで。はい、ヤンキーさん、吉村暴れん坊将軍か、成敗。え、どういうことですか。吉村、うん、ちょっと分かんない。すいません、あの、はい、ヤンバルのほっこりエピソードお待ちしてます。あ、タミさん、チンヌクイコール里芋だったかなって。あ、僕もそれなんか芋かなんかだった気がと思ってたので多分合ってると思います。なるほどね、あれが芋が入ってるやつね。いいね、いいね。何あるよね。沖縄大輝さん、シティハンターのゲットワイルドも披露されました。あ、いいな。すげえ。ゆまちゃんも暴れん坊将軍ね、わらわらってちゃんと通してる。どういうことですか。あれ、こっちのおじさん2人だけが通じてないですけど。大丈夫。の方が分かりそうだけどな、俺の方が。さあ、そんな感じでバシバシも喋ってますけど、大丈夫ですか。僕はちょっと喉が、あ、喉がっていうかね。この間山さんちょっとお話したんですけど、うん、あの腹が痛いと。だからあれは真面目な話だったんですけど、子供かって思ってよ。で違うんですよ、もう1週間以上ぐらいずっと痛いんですよ、うん、でいよいよこう、あ、これは胃だなと、うん、要は、うん、トイレに駆け込むとかじゃないんですよ、はいはい、ずっとシク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 痛いんですよ。これやばいね。でなんかなんでしょうね、奥さんに言われて思ったんですけど、こう食べた後がもっと痛いのか、うん、なんか一応痛みの波があるんですよ、うんうんうん、
でも終始痛いんですよ、はいはい、なんなら今でもずっと痛いって思いながら今喋ってるんですけど、はい、なんですけど、それでいよいよやべえなと思って病院に行ったんですよ。あ、もう行った昨日、はいはいはい、行ってきたんですよ、うん、で初めて、まあ、近くの病院に初めてだったんですけど行って、うん、で、ね、血液採血して、血液検査して、うん、検尿して、うん、検査してもらって、でエコー検査、 あれをめっちゃやってもらって、腹腔内ね、めっちゃ、うん、もう赤ちゃんいたらどうしようと思いながら最近腹